人気ビジュアル系バンド、ザ・ GAZETT、ガゼットのベース、REITA さんが死去したことが16日、公式サイトで発表された。所属事務所は、弊社所属、ザ・ GAZETT のベーシスト REITA が令和6年4月15日に永眠いたしました、と報告。ファンや関係者に感謝するとともに、バンドに対し熱い思いで活動をしてきた彼のエネルギーは、決してこれからも変わることなく輝くことと思います。あまりに突然の信じがたい出来事に、所属メンバーや社員は未だ戸惑いの中にあり、この事態を到底受け入れられる状態ではなく悔やみきれない思いであります。しかしながら弊社、ザ・ GAZETT メンバーにとって、大切な所属アーティストであることに変わりはありません、と綴った。葬儀は親族の意向により近親者のみで取り行う予定。心痛な思いにご配慮いただき、関係者への取材行為や憶測による記事掲載などはご遠慮いただき、温かく見守ってくださることをひとえにお願い申し上げます、と呼びかけた。REITA さんは DVD 発売を告知するなど普段通りに X、旧 Twitter を更新しており、亡くなった当日の15日には、ザ・ GAZETT は永遠であってほしいと願う、と投稿していた。同バンドは2年結成。6年に初の日本武道館公演を開催、10年に東京ドーム公演を行った、13年からワールドツアーも行うなど、海外でも人気を誇っている、ネットの声、信じられない、私の青春であったし、子供が大きくなった今現在も毎日の生活の活力でライブ行くし、推しです。今日もジムで聞きながら運動してた、なんてこと言葉にならない、ご視聴ありがとうございました、高評価。チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。